全回復だ。よく眠れたってことか。あら、噂をすれば姫ちゃん。姫の儀。おはよう。おはよう。今日も暑いな。夏だからね。論破されたよ、小学生に。じゃあね。あ、またな。なんなんだよ。プールで水泳ですね。ま、コンプリートしやがった。すくみずで座りポーズ取っていこうか。ちょっと待ってね。なんだっけ、普通のキュートだっけ。ま、コンプリート。いやー、イヤリング B。フリーフォトセッションだからね。まあ、あれだけども。キュートの700か。じゃあ、いけるそうだね。体操着スピードスターって何？体操着姿の立つポーズもあるか。これもやっていくか、じゃあ。とりあえず、すくみずで座り。80か。使っていくか。ありがとう。エンカウントリトルアップ、レッツゴー。マジカルエンカウント。あ、あそこにいるのはクリスタ。オッケー。座りのきゅう、ちょっとやっぱ身構えちゃうよね、スクミズって。先輩、もうシルエットだと思う。だってちょっと話せるから。はい、もちろん。ラッキーいくか。いきなりも手を、いきなりもギュッ、おめえ切ってけって、けけよって言っちゃった。手をギュッ。え、いきなりそんな、ごめん。あ、ええ、なに、え、なに、なに、え、うん、なに今の。あわ、ちょっと、なん、え、ちょ、おい、何？あ、でも、ハートがすごいマックス。え、待って、これ、ちゃんと決めないとじゃないの？俺、遊んでちゃダメだよ。えって、得意な方？そんなに下手じゃないと思うんですけど。うん、うまそう。画用紙に書くのが苦手で、つい隅っこに小さく書いちゃうんです。ぽいわー。うん、らしい。先輩、笑いすぎです。へへ。へへ。うわ、マックスになっちゃった。くっそ。うそんな話ばかりされたら。突然手をつないだのが悪かった。だがしかし、ラッキーがマックスになったことによってラッキーイベントが失礼します、発生してるという感じじゃないですか。あ、行っちゃった。うん、イベントが発生していると思う。フリーイベントが発生してますよ。バレる。行こう。もうごめん、クリスタ、もうクリスタのゲームだこれ。ごめんね。ラブアルキスというとこじゃないもん。ラブクリスタキス。よし、大盛り冷やし中華無事ゲット。どこで食うかな。うわぁ、先輩、クリスタ、これからお昼？はい、そこの席に座ったとこで。え、これ相席ってこと？じゃあ一緒に食べない？一緒します。よかった。どこに座るか悩んでたんだ。空席があったらあったで迷いますよね。ねえ、できるだけ隅っこ座りたいけどね、僕はこういう時。うん、クリスタ、パスタランチか。ペンネが好きなんです。食感がいいし食べやすいし。先輩は冷やし中華ですね。暑い日はやっぱこれかなって。いいですよね、冷たい麺って。舌を焼く心配がなくて。舌を焼くて、猫舌なんだ。私、猫舌なんです。僕もなんだよね、一緒だよ。へえ、そうだったんだ。だからペンネは好きなんですけど、うん、ついてくるスープを飲むのが大変で。まあスープ暑いよね、わかる。一口くれない？ペンネ一口く、うん、美味しそうだなペンネ。まあでもクリスタの方が美味しそうだけど。夫婦してんの？あ、夫婦してる。わお。うん、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 
しすぎだね。日が暮れちゃうね。しすぎじゃない？すっごく冷ますね。南海夫婦。ダメです、見てちゃ。え、なんで？恥ずかしいから。相席なんだ。隣とかじゃないんだ。相席なんだって何？相席。こうしてクリスタと一緒にお昼を食べた。こんな夫婦する？ふむ。話すことはできるが、どうしよう、つまようね。体操服姿の立ちポーズとすくみずの座りをやっていきたいが、確率はちょっと低すぎるな。試しに使った後って3個か、1、2、3、3個か。3個使っちゃって、エンカウントマックスアップ、初めて聞いた。まあパール行くか。何？プリティリトルチェンジ。え？え？バーチャルシスターマジカルユミナ。バーチャルシスター、え？マジカルルーレット。え、何これ？マジカルチャンス。やべえんだけど、久しぶりにこれやってない？これなんかこんなのあったっけってくれんだけど、まあ当てますけどね。当てちゃいますよ僕は。本当に？本当に当て、スペシャルヒット。次回エンカウント時の話題ジュエルが全て仲良しになります。え、マジカルエンカウントミラクル。わお、これちょっと全然利用してなかったんだよ。最悪マジで。ちゃんとやっぱルール読まないと。いや、読んだんだよ、めちゃくちゃ。やっぱちょっと日が明くとね、やっぱ全部忘れちゃう。全部。あ、クリスさん、今お話できますか？もちろん、いいよ。本当ですか？よかった。え、待って、仲良しになっちゃうねこれ全部。あー、よかった、なんなかった。次回だもんね、マックスだからね。これ難しいんだよな。まあでも取りたい、とりあえず。え、待って、制服じゃね？ちょっと待って、制服なんだけど。となるとなんだっけ。いや、制服も取ったんだ。意外と直したいんですけど、年っぽいと。直らなくて。天然なのかな。何事も慎重で、スパイのない子になりたいです。そこが魅力だと思うけどな。待って、これすくみずになってくんねえな。まあ普通に写真撮る分にはね、楽しいからいいんだけど。花のイヤリングすごく似合ってたよ。ありがとう先輩、すごく嬉しい。うわ、ゾクゾクするもんね。なんか僕だけじゃないよね、このゾクゾクするのは。うちの学園のいいところってどこだと思う？宿舎で暮らすところです。いいよね。だってもう5分前とかに出ればいいでしょ。それは嘘か。10分前とか、それは嘘か。まあそっか、家族。まあそうだね、そこの問題はあるか。親から離れて寂しくないと。寂しいですけど、うん、何でも自分でできるようになりました。ちょっと刺さるな僕に。ちょっと自立しろという今。家にいたら親に甘えるばかりだったと思います。やめても、やめても、クリスさんもやめて。クリスさんも、うん、ね、静かにしよっかね。クリスさん静かにしようね。はい、趣味に聞こっか。クリスさんのコンデジって動画撮れる？撮れますよ。ちゃんと撮ったことないですけど。うん、興味ない？ないってことはないですけど、私は一瞬を切り取る方が好きです。わお。まあとりあえず撮るか。ちょっとたまりすぎ。アタックしよう。すくみずが良かったな。すくみ、写真撮らせてくれないと。はい、いいですよ、撮ってみてください。オッケー。どんなポーズをすればいいですか？まあね、正直どこでもいい、何でもいいんだが、立ちでいくか。見張り台そば。はい、やってみま
いいな。やっぱいいわ。あえてこう見張りに行こう。ピットができ、あ、あれ？ピントできてるこれ。ちっ、あ、できてんな。うわ。あらあらあら、何？あら、あ、眩しい眩しい。あー、クリスタがね、太陽じゃなくクリスタがね。よいしょ。あ、すっごいブルーじゃん。うーわうーわ、もう今回もう拙者でいく、もう拙者マスターでいく、もうちっかちっか。うわうわうわ、すごいこれ。うわ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 、これにね、これにこうピンとこう。アップは恥ずかしいです。うん、恥ずかしいか、恥ずかしいね、ごめんな。やっぱ似合うね。でも学校の決め、そのポーズ何よ、そのポーズ何よそれそのポーズかわいいねそれね。な、何それ、檻、檻にこう閉じ込められたみたいなこと。どんな檻これ、こう伸びてんのと。あ、変わっちゃった。あら、確かにちょっとごめんね。確かに4、光のリフレクション、反射ってこと。3はスイーツクッキングただの調理やないかいかわいいね。でも何言ってもいいと思うの、もう君なら。どんなカタカナ言ってもなんかそれっぽくなっちゃうよ君、本当に。レンガの積み重ねみたいな、もう本当何でも、何でもいいよ本当に。本当ガラスのクリア、あのねえとかでもいいよ本当に。もういい、こうやっていい詰まっても全然いい本当に。オレンジ色の空とかで本当もう何の意味なくても全然いいよ。2本の眉毛みたいな、本当日本本って本当何でもいいよ。白金白、ああ、こんな恥ずかしいの無理、失礼します。ふう、はあ、よし、かわいいな今日も。フリーイベントが発生してますよ。発生しているが金曜日もあるんだよね。金曜日に撮っとく、いや待てよ、金曜日は寄り道する。でもデートをするんだもんね。今日寄り道するか、で金曜日にこのフリーイベントに やってみる。その、ごめんごめん、どうしますか、これにしよう。あーっと、これは難しいことが起きています。難しいことが起きている、確率が低い。違う子なら高いんだ。まあ、違う子行ってみてもいいけどね、久しぶりに。低いな。まあ、だがしかし、もう一途を決めた僕にはフリーイベントが発生、この低い可能性でも2分の1というどちらでもある可能性でも僕は信じていきたい。そうクリスタの、ええな、な、な、夏、あれ、な、な、ん、ん、今帰るとこ、一緒に帰ろうよ。ああ、あ、じゃあ、いいよ。やったね、そうこなくちゃ。あ、うん、そ、はい、行きましょうか。びっくりじゃぞ。うん、わしはびっくりじゃぞ。え？どういうこと？え？え？ちょ、ん？ん？あ、しまったな、これ。そういうこと？どうかしたか？え、ちょ、
あー、いや、なんでもないんだけども、うん、そっか、せっかくだし、どっか寄ってく？何今の気、ま、修羅場ですよね、今の完全にこれやっちゃったな、これブックカフェ行くかちょっと待ってこれちょっと、おい、まあでも、あれがクリスタじゃなくてよかったって思ってる僕は悪い人なのかもしれない。あずいし、ブックカフェでフラッペでもどうだ？あ、いいね、飲みたい飲みたい。今回ちょっと長くなっちゃってんね、これ。これ大丈夫これ、ふーんって言われて、まあでも、よかったかな。ブックカフェって、うん、はい、雰囲気いいよな。そうやって楽しむものなの？そうだな、まあ落ち、まあそっか、落ち着いてるしね。よくいるじゃない？何？勉強してる、知的な JK。 うん、すごいよな。メガネかけてね。憧れるよな。憧れ、うん。カフェに立ち寄って勉強なんて。やればいいじゃねえか。うん、まあ、予備校の待ち時間なんだね。げ、そういうこと？そういうことなの？勉強の待ち時間に勉強してんの？無理、絶対無理。憧れるんじゃなかったのか？はあ、憧れが恐れに変わったよ。うん、君は面白い子だね。お、結構空いてるな。うん、ちょっと遅いからな。もう憧れの JK は予備校へ行ったんだろう。憧れじゃなくて恐れ、恐れ多い JK。 うん、恐れ多い。何フラップにするんだ？当てるわ、まあ、お前どうせあれだろ、なんかオレンジだろ、オレンジフラッペだろお前多分。ミルクチョコフラッペかな。ダメだ、俺はもうダメだ、何も分かってねえみたいだ。ミルクチョコってあるメニューに？ねえじゃねえかよ。ねえじゃねえかお前、ないやつ頼むね。こんな当てられないじゃんそんなん。お前それプレミアムフラッペ、プレミアムマンゴーフラッペ。プレミアムが2個あんのかな、種類が。いや、プレミアム普通のフラッペなかったっけ？ヨーグルトフラッペ3つ3種類あるのかな。そうだけど、なんで？普通フラッペより高いじゃないか。うん、いつからそんなリッチになったんだ？七つちゃんは食べ物にはお小遣いを惜しまないのだ。まあ、僕が払う？ああ、そうだったな。小遣いのほとんどが食い物代に消えるんだったっけが？だったっけか？そうじゃなくて、食べ物以外は無駄遣いしない、いい子なの。結局一緒だろ。気持ちが違うの。難しいやつだな。難しくないの、女子心なの。もうそんなこと言うからチョコドーナツ頼みづらくなっちゃったじゃないか。お前甘いに甘いよお前。あ、夕食前にドーナツまで食おうってのか。だって部活でお腹減ってるんだもん。まあね、疲れだったね。うん、甘いもん食べたくなるしね。そりゃ小遣いが全部食費に消えるわけだ。そうじゃないの、他で無駄遣いしないだけなの。言い合いが。そっちは何頼むの？俺もミルクチョコフラッペにしてみるかな。たまには贅沢だ。お揃いだね。シャッターチャンス。本当にドーナツ頼んだよ。うわあ、美味しい。さすがプレミアム。チョコのコクが違うよ。うん。ああ。はあ。確かにうまいな。やみつきになりそう。ちょくちょく飲みに来ようよ。プレミアムをか。考えさせてくれ。そんなお小遣い苦しいの？バイトで稼いでるのに。小遣いはもらってねえよ。遊ぶ金は自分で稼ぐことにしてる。そうなんだ、すごい。バイトしてるからね。偉いな、大人だな。確かに偉いな。それほどでもねえよ。うんうん、私なんか親に頼りっぱなしだもん。水泳頑張ってんだからそれでいいじゃねえか。うん、まあそうなんだけどね。多少とはいえ稼いでるとドリンク一つの値段も時給を比べてもったいないって思うことがあるんだよ。まあね、お金をね、稼ぐ大変さをね、知るとね。そっか。じゃあ、今日は無理させちゃった？なんだお前、そんなつもり、うまいからいいよ、満足だ。よかった。いいやつお前、ドーナツ食えよ、腹減ってんだろ。うん、いただきます。かわいいな。ダメだ、みんなかわいい。
わお。こうしてならずと一緒にブックカフェで過ごした。でもちょっとな、途中のちょっと修羅場みたいなのかな、心残りだな。誰かに会うかな、いないかな、いないね。あれなんだ、何だったんだろうあの展開。ちょっとセーブします。はい、セーブしました。ちょっとね、他の子とねデートするとね、あの危険性が現れるというのを僕知ったわ。多分あれがマジクリスだったらマジで本当に危ないよ。リリアさんもな、ふーんとか言ってなんかちょっとやきもち的なことですよね、なってましたから、ちょっと下校デートはちょっと他の子はちょっとやめとこうかなって感じです。ということでちょっと今回ね、長くなってしまった、この辺で終わりにしたいと思っております。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい。